えとは、実感と十二子を組み合わせた六十を周期とする数詞。古代中国に始まる歴法上の用語。暦をはじめとして、時間、方位、事柄の順序などに用いられる。六十漢詩、実感十二子、転換詩とも言う。えとの六十周期を表した図中国をはじめとして、アジアの漢字文化圏において、年、月、日、時間や方位、角度、 物事の順序付けを表すのにも用いられ、陰名古行説とも結びついて様々な牧戦にも応用された。古くは十日十二たつ、10母十二子とも呼称した。起源は、正代の中国に遡る。日、月、年のそれぞれに当てられ、六十日、六十ヶ月、六十年などを表す。星は幹、木本、死は枝、死と同源であるという。日本。 朝鮮半島、ベトナム、西は、ロシア、東欧などに伝わった。日本に暦が伝わったのは、古墳時代から、アスカ時代にかけてで、朝廷枠だらより、歴法や天文地理を学ぶために学問像を招き、604年、日本最初の暦が作成されたと伝えられる。日本では、漢詩を、えとと呼んで、ね、うし、とら、う、たつ。 の十二詞のみを指すことが多いが、漢詞は、実感と十二詞の組み合わせを指す語であり、えとは、実感において、木のえ、木のと、日のえ、日のとと日陰に応じて、え、と、この音が入ることに由来するので、厳密には二重の誤りである。十と十二の最小公倍数は六十なので、えとは六十回で一周するが、えとの組み合わせは、すべての組み合わせの半数しかない。例えば、 一覧例一から六十で五回ある。このうちに、孔子はあるが、おつしはない。これは、十と十二に、共通の約数二があるので、えとの周期が、咳の百二十ではなく、最小公倍数の六十になるからである。実感は、公、おつ、へい、てい、ぼ、おのれ、かのえ、しん、のえ、きの1種類からなり、十二詞はね、牛し、とう、立つ、み、馬 羊、猿、鳥、犬、胃の12種類からなっており、これらを合わせて、漢詩と呼ぶ。実感十二詩は、戦国時代に作られた、音明古行説よりも、はるかに古い起源を持つので、音明古行説による説明は後付けであって、学問的な意味はない。また生命象徴の循環過程とする説もあるが、これは江戸を未経と解釈したため生じた植物への、連想と、 動音漢字を利用した一般的な語源俗解手法による語漢時代の解釈である。ネズミ、牛、虎の12の動物との関係がなぜ設定されているのかにも小説があるが、詳細は不明である。亀甲獣骨文字、上海博物館像印象提出の系府監視は、すでに正代に現れており、隠居室度の亀甲獣骨に、 たくさんの絵とが日付を表すために用いられている。甲骨文には、漢名だけで日を表すこともあり、僧の名を、祖皇、父帝など、その人に関連する特定の漢名で呼ぶ例がある。ことから、十二子よりも、実感の方がより基本的であったことが伺える。春秋戦国時代に、自然や、世界の成り立ち置き、日、土、金、水から説明する五行思想が起こり、 えとも五行と結びつけられるようになった。古くは実感を、十日、十二子を、十二神と呼んだ。式律書では上を母、下を子に見立てて、十母十二子と呼んでいる。幹と枝に例えて、漢詩と呼ばれるようになったのは、五漢代からである。月や年を表すためにえとを用いるようになった時期は、院代よりも後の時代に属する。年を表すには、古来、 著しい事件や、帝王の即位年を基準とすることが多かったが、戦国時代の中頃になって、木星の天における位置によって、年を差し示すことが考案された。後述のように、この方法が、やがて発達し、当初は、木星の一致により、次には十二支により、元代には、絵との組み合わせによって、年を表す例が広く行われるようになった。 ついたちを十二子に分けるようになった時期も寛大である。十二子に対して十二重を重当することは信代にも見られるが、文献における書室は五寛大からである。また、外事には片尾を用い、内事にはわびを用いるとされたのも寛大であり、これは戦国時代の恩用化の影響を受けている。方位への応用も、 陰陽古行思想と結びついたことによって、寛大に広がった。ただし、前十巻中八巻が、四個前書にも収められている塔の時代に編纂された、兵書である、新規制敵対白影へのうち、巻き四、戦具屋、巻九、頓行において、夜半、啓明といった十二時による時刻などともに、 この時刻の絵とはうんうんと記載されているので、時刻を絵とで呼ぶ習慣の定着には長い時を要し、当の時代にはまだ古い記憶の名残があったと推測できる。絵とによって日付を記述する鑑式秘宝はすでに院代の甲骨文に現れている。西洋では1月を4分割して、秋というサイクルを編み出したが、古代中国では1月を3分割して、春というサイクルを考案し、 実感という順序符号をつけた。鉱骨文には、占い旬があり、これは、ある特定の日から、向こう10日間の吉況を占ったものである。10日、すなわち実感を3回繰り返すと1ヶ月になるので、実感と十二子を組み合わせると、2ヶ月周期で日付を記録することになる。ある日を行使とすると、第2日が木の年、第3日が日の絵虎というように進んで、 第60日の水の問いへと進み、第61日に至ると、再び講師に帰って、火を記述していった。これは、3000年以上経った今に至るまで、断絶することなく、用いられている。また、監視機備は、日本書紀など、東アジアの歴史書にも広く使用されている。院代においては、絵とはもっぱら機備法として用いられ、年に関しては1から始まる。 順序数を使用しており、月に関しても順序数を基本としていた。現在のような順序数によるキビ法がいつ始まったかはわかっていないが、現在のところ、山東省林議県から出土した銀尺山間墓地区間及び武帝7年の歴府地区間の例が最古とされている。中国でも日本でも暦はしばしば改定されているが、江戸によるキビは 古代から連綿と続いており、古い記録の日付を確定する際の有力な手がかりになる。さらに、旧暦の月は29日また30日で規立があまりなく、うるうもあるため、えとを使えば、うるうがあるかないかがわかる。一例として、資料に、月光陰1日のように記録したら、お中はその月の12日であることは自明。そして、7月光師と、 8月講師の間に60日も、あるから7月と8月の間に、うるう7月があることがわかる。古くから中国では当時を含む月を11月とする習わしがあり、この月を小月と呼び、以下12月を牛月、正月を虎月と呼んだ。こうした呼び方は、戦国時代からあったが、さらに月名に実感を加えることは当代には行われており、 その場合の配当は年の勘名によって、各月の星が割り当てられた。例えば、虎月について言えば、公や己の年は、平、乙や香のえの年は、母平や、真の年は香のえ、帝や水のえの年は水のえ母や、木の年は、公となる。つまり、雛が公である年の虎月は、日のえ虎月となる。詳細を、下表に示す。記念法とは、 年を記したり数えたりするための方法のことで中国を中心とした漢字文化圏では年号期限に基づく記念法とともに60年周期の江とによる漢式記念法が併用されてきたその期限は木星の観測と深い関わりがある木星再生記念法は天球における木星の位置に基づく記念法である中国の戦国時代に始まった 木星は約12年で、天球場を一周し、12時を1年に一時進む。そこで、木星は年を示す星であるとして、再生と呼び、木星の12時における位置で年を記した。例えば、都市財保識は、木星が天球場の星識という場所に存在する年という意味である。大祭と木星の移動大祭記念法は、木星の共像である大祭の天球における位置に、 基づく、記念法である。木星は、天球上を十二時に沿って西から東に進むが、当時の人たちがよく使っていた十二達に対しては、運行の方向と順序が逆であった。そこで、木星の円軌道に一本の直径を引き、その直径を軸に木星と、線対称の位置に存在する大細という仮想の星を、設定し、その十二達における位置で年を記すようにしたものである。 中国の戦国時代には、この直径は、虎の起点と猿の起点とを結んで引かれ、例えば、大災在虎という記述があれば、その年は、大災が虎の位置に存在する年、つまり木星が牛の位置に存在する年のことである。その翌年は、大災在婦となり、大災は婦、木星は子に位置する。さらに、大災在虎、大災在婦と記録する代わりに、大災が位置する。 各年に名称を設けて使用することが行われた。関内に入ると、ワイナン古天文君に、ワイナン元年冬、天一在日の絵ねと記述されるように、実感と組み合わせた絵とで大祭の位置が記述されるようになった。この大祭の位置を示す実感にも年名が付けられた。この実感と十二神の年名とを組み合わせ、例えば、ある年を、青節、日下げ格とすると、 その翌年は、千毛単ア、第三年は、重長出所、となり、第六十年の商用赤粉着に至ると、再び合う節、日下月角から始めるという六十年周期の年名とした。ただし、木星の光天周期は正確には十一点八六二年で、あるため、実際には一年に一時と少し進んでいることになり、約八十六年に一時ずれることになる。これを、 調達と呼ぶ。この調達によるズレを解消するため、旗の戦力歴では、大祭を設定するための直径を、牛の起点と羊の起点に引き、旗の始皇帝元年を木星外にあり、大祭が虎にある年とする新しい基準を設けた。前漢の対処元年の改歴では、調達を行い、日のエネを日のと牛に改めた。後に三刀歴の補正では、 調達は114年に一時ずれると定義し、対処元年を再び日のえねに戻し、王の始め2年を、木のと鳥から日のえ犬へ、調達するとした。これによって三考歴による、大祭記念と後の監視記念は、王の始め2年から、見かけ上、同じになる。五冠の兼務26年は、当時使われていた龍の三考歴の調達法に、従うならば、後日岡の問いとすべき年であった。 にもかかわらず、三つ竹三に随住していた学者たちは、調達を行わず、口実のまま記念を続けた。さらに、元那二年の海歴では三等歴の調達法自体が廃止された。これ以後、木星を観測して、その位置で年を記録することはなくなった。この時から、木星の運行とは関係なく、六十年周期の絵と一年ごとに、機械的に進めていく、 漢式記念法が用いられるようになり、耐えることなく、現在まで続いている。これは、後代に、江戸が伝来した、朝鮮や日本とも共通である。民間では、江戸のうちの十二支の部分だけを用い、それに動物を配当した、生に、記念法が、今も広く用いられている。なお、公開道碑と十二世紀成立のコーラやさによる、生死、 三国式の絵とに一年の違いがあるなど、時代や地域によっては、必ずしも一定しないことも参見される。生に、記念法十二使と十二十がいつから結びつけられたのかは不明であるが、1975年に、湖北省雲房水墓地の寝台の墓から出土した、畜巻にはすでに現在のように動物が配当されている様子が伺われる。五巻の大三が表した。 論考物税編では、十二種を動物名で説明しており、これによって、漢詩の本来の意味が失われ、様々な俗信を生んだ。ただし、日、月、時刻、方位などをとで示す慣習が捨てれた今日でも、なお、漢詩記念に限っては今なお民間で広く定着している要因ともなっている。日本の風習である、年賀状などにも、動物の絵柄が好んで描かれているが、 下表の通り、配当される動物には国によって違いが見られる。冠式年と日本東海山古墳館式年の日本への伝来時期はよくわかっていない。日本に中国の歴本がくだらを通じてト来したのは金明天皇15年とされるが、実際にはそれ以前に遡る可能性が高い。常実のように、 日本で最初の小読みが作られたのは604年のことと伝わる。埼玉県行田市埼玉の埼玉古墳群の一つ、東海山古墳から出土した金作名手県には、新概念7月中期の記念があり、名中、若竹る大王を有力天皇とする考えが主流であることから、新概念を471年とする説が有力である。ただし、 これに対しては531年とする反論もある。一方、和歌山県橋本市墨田の墨田八幡宮に所蔵されている人物画像教には、日比年8月、自住大王とし男帝王在位しさ、神宿企画朝年長寿という名文が一されており、この日比年は男帝王が京太天皇と考えられることから、503年とする見方が有力である。 音名古行説では、実感に対し、天文を表す木、火、土、金、水の古行にそれぞれ音名一体を配して表す。訓読みでは、実感の名称は、孔、おつ、平帝、母、己、かのえ、真、水のえ、木となり、古行のそれぞれに、え、とがついたものである。えは、形詞を意味する。とは、音に由来し、定枚を意味する。 越冬の故障もこれに由来している。十二支にも五行が廃される。四季に対応する五行は、春が木、夏が日、秋が金、冬は水であり、土は各季節の最後の月にあたり、季節の変わり目を表す。土用の牛の日は、夏の最終月の牛の日という意味である。各季節に十二支を廃すと、となる。陰陽五行説が起こったのは、中国の戦国時代であり、 広市の五行思想に陰陽思想が結びついたものである。これが、えとと結びついて、漢詩五行説として、天地間の神羅番章における根本原理であると考えられるようになった。あいと、創国五行の組み合わせによって、吉居を占うことができるとされる。代表的なものを下に掲げる。他に、あやなどり相乗がある。えとは、時刻や方位。 角度を表すのにも用いられる。時刻については、現代の23時から翌1時までを、この時とし、以下、牛、虎、と続いて、11時から13時までを、馬の時とした。現在、夜0時を、視夜、昼12時を、正午、正午より前を、午前、正午より後を、午後と称するのは、これに由来する。階段などで用いられる。 草木も眠る牛見つつどきとは、今日でいう午前2時半頃のことである。なお、日本で初めて、中国伝来の歴実を、従うようして、時刻に十二支を廃し、こう、真夜中としたのは、推古天皇十二年の正月のことであったとされる。平安時代の演技年間に編纂が始まり延長5年に、完成した演技式でも、宮中の書門の開閉や日の出、日の入りの時刻について、 猿四国六分のように十二支を用いて示している。四南二十四課大法実間は五行説によって説明されるようになると五行が表す方位である後、方と結びつけられた。さらに、後には十二支や駅における発見を交えて細かい二十四方が用いられるようになった。十二支では、東を、西を取り、南を馬、ま、北をこの方位としている。 東西を結ぶ線を、うっとり線、南北を結ぶ線を、四五線、軽度零度のロンドンのグリニッジ天文台を通る、軽線を、本書四五線と呼ぶのは、これに由来する。四隅については、北東、南東、南西、北西がそれぞれ、牛虎、とら、羊猿、犬と呼ばれ、該当する発見から、牛虎、とら、羊猿、犬の字を重等している。 至難の実物を見る限り、南を指すための連盟の形状の磁石を置いた板の模様は、6、水の絵進化で使用する四盤板の地板の形状に告示している。なお、24型では、実感のうちの母、己は用いられない。したがって、実感のうちの8、12、4の12、八家のうちの4を合わせての24型くらいとなる。 十二支が方位と結合していくのは、関西のことと考えられている。関西には、駅の解釈学である、増数駅という学問が流星し、そこでは、駅の家や、それを構成する項に、十二月、二2十二2二十四石器五行、方位などが配当され、極めて複雑な理論が編み出された。なお、 都市神の今する方向とされる野法は、その都市の官名によって定められている。江戸が十二重や恩名五行思想と結びついたことで、様々な伝承や俗信が生まれたが、日本に伝来すると、日本固有のものとも集合して、独自の俗信を生んでいった。中には、猿の日は猿と通じるので、結婚式を行わないなどというものもあった。 数え年の61歳は、生まれた年のえとに戻るので、暦が帰ったという意味で、還暦といい、年を取る正月には、講師ともに正式に隠居して、長寿の祝いをした。この年齢に達すると親族などが赤いズッキニや、ちゃんちゃん子を送るのは、もう一度赤ちゃんに戻って、生まれ直すという意味合いを込めている。現在は、満60歳の誕生日や60周年に、還暦の祝いをすることが多い。 二周した場合は大歓歴という。中国では、花子を日本と同じように六十年の長寿を祝い、無病息災を願う習慣が今も続いている。中国関大抜き礎に見える予言説である。中国よりもむしろ日本で信じられた。親友は天命が改まる年とされ、王朝が交代する革命の年で親友革命という。日本では平安時代に 政治的変革が起こるのを防ぐ目的で、三好清幸の提唱によって、新有年の正体4年が演技と改元された。それ以来、日本では慶応に至るまで、新有年と前年の後新年の2年続きで改元が実施されたが、中国ではこのような例はない。また、日本初期では、 神武天皇が即位したとする年を西暦紀元前660年のカノトトリの年に当てている。これについて、明治時代の歴史学者、中道夫は、抜き書にある提言の中に、1260年に一度21元イコール1260年イコール、一しとみの新友年には大革命が起こるとの記述があり、水戸天皇9年がその年に満たることから、 この1260年前にあたる、西暦紀元前660年を即位年に当てたとの説を立てた。また、1320年周期説を採用する学者もあり、その場合、親友の3年後に満たる、孔子年が河霊の年であり、白月の絵の戦いの翌年の孔子年が起点とされる。孔子革命については、中国でも五冠末に、 太平堂の教祖聴覚は、郊和3年に、総天医師用天統立都市、在郊市天下大吉、総天すでに死す、高高市等に立つべし都市は、講市にあり、天下大吉とのスローガンを発しており、江戸に基づく、液性革命を意識して郊和7年という講市の、都市に、黄金の乱を起こした史実がある。神奈川県藤沢市、伊勢山公園の甲信等近大以前の日本では、 更新の日に広く更新校が行われたが、これは道教の伝説に基づいている。中国の言い伝えによれば、人間の頭と腹と足には三屍カバネの虫がいて、いつもその人の悪事を監視している。三屍カバネの虫は、更新の日の夜の寝ている間に天に登って天庭に、日頃の行いを報告し、罪状によっては寿命が縮められるとされる。そこで、 三鹿かばねの虫が天に昇れないようにするため、この日には徹夜しなければならないとされた。これを守る行進という。また、中国では行進の日には菜食するのが良いとも言われていた。日本には行進の晩に生まれた子、あるいは行進の日の交わりで孕んだ子は盗人になるという言い伝えがあり、行進の日に生まれた赤子には何、金の字を入れれば、 人様の金を取らないという意味で役除きになるとされた。夏目漱石の本名である金之助はこの俗信にちなむ。日本では、行進様として、行進の日そのものも深刻化された。行進の日の夜は、村人が集まって、神々を祭り、その後、寝ずに酒盛りなどをして、夜を明かした。これを行進行という。行進行を3年18回続けた記念に、 混流されたのが、高神道で、今も各地に残っている。恩妙古行説によれば、兵も馬も共に豪強なる火であって、火の性格を持ち、中国ではその年は、火災が多いなどと言われていた。それが、日本では、八百屋お七が、日の江馬の年生まれたという風説があったところから、日の江馬の年に生まれた女性は、気象が激しく、夫の運勢を圧倒して、 連れ合いを短命にするという俗信に変化した。これは男性中心主義の味方であり、迷信俗説に類するものであるが、日本では日の江馬年の出産が避けられて、新生児の数が他の江戸の年よりも少なかった。この迷信は戦後になっても残り、1966年の出生数は前年比で45万人減少した136万人だった。 その反動もあり、翌年の日のと羊の年は、新生児の数が例年よりおよそ57万人増え、193万人となった。なお、同様に日の重なる停止は8000の一つである。五王の虎三章。単語の節句、日本の礼儀と習慣のスケッチより、絵とは、二十四節器や雑説と結びついて、各地で様々な行事が行われている。 中国の館内には、正月最初のこの日には、皇帝が好きで耕し、皇后が宝器で雇床を払って、祖先神や雇神を祀る行事があったと言われている。この行事は、古代日本にも伝播しており、正宗院には使用した好きと宝器が現存している。正月以後の日に、三夜に出て、若菜を摘み、若松を引いて、長寿を願った行事が、正雨期にも記された。 この日のお遊びであり、平安時代の宮中の年中行事であった。それ以外で著名なものとしては、次のものがある。天舎日、寒死おいの日とされた。天舎日は、よろずよしの大吉日と考えられてきた。春は土の絵虎、夏は今後、秋は母神、冬は、孔子の日である。三輪防線日の一つ。1月、4月、7月、10月の井の日、2月、5月、8月、11月の、 虎の日、3月6月9月12月の馬の日を三輪坊という、胸上げなど建築に関することの供述とされる、十ク暮れン日の一つ、関二21番目の木の枝猿の日から30番目の騎士の日までの10日間を今日とした、三伏線日の一つ、下死以降3度目のカノエの日、4度目のカノエの日、立秋以後の最初のカノエの日を供述とする。カノエは、 金の2位で金の要請であり、金は火に伏せられることから、火星の最も盛んな夏の時期の可能への火は今日であるとする考えに由来している。それ以外の線尾それ以外の線尾に次のものがあり、いずれも糸が用いられる。館内には、液の解釈学として、増数液が流行し、そこでは液の木や、それを構成する項に、十二月、十二時、24世紀、五行、 包囲などが配当されて、複雑な理論が編み出された。特に八揮と絵とが結びついて、占いに用いたものとして、おさめ孔がある。完成は、前漢代の刑夫さによると言われており、三国時代の呉の句本らによって継承された。後には十二支も駅に用いられるようになり、八揮の各孔に、絵とが当てはめられた。当の李淳風は、収益元豊しで、 八揮六イズを伝えている。一方、能音は、音量古行説や中国古代の音音理論を、応用し、形容詞を付加して三十二へと分類したものである。生まれ年の能音は、その人の運命を判断するのに用いられた。能音において、供述とされたのがごぼびであった。母神の日、人神の日、日の犬の日、心中の日、木のと羊の日がそれで、 家づくりは構わないが、堂々、地固め、葬式、墓づり、歌手、旅行、祈祷などは京都された。その中から、この日に葬式などを行うと、墓を5つ並べると言って忌むことがあった。12時か12時かとは、歴中の一つであり、十二時とは別の12のサイクルを、月に合わせて暦を作り、その日の吉凶を占ったものである。中国では、 原国時代に邦画が見られ、旗と祖では異なる十二字化を使用していた。現代まで伝わっているのは中国を統一した旗の十二字化である。十二字化は、剣、序、万、平ら、ただし、衆、派、肥、聖、修、会、兵から構成される。現代における江戸占い現代において、監視占いは、血液型性格分類や占星術と比べて、マイナーである。 血液型や星座は個人のプロフィールによく記述されるが、絵とは記載されないことが多い。そのせいもあって、絵とは血液型や星座などと異なり疑似科学の扱いを受けないことが多い。心理学者でもあった、マスナガ・アツヒコによって行われた生まれ日の絵とにおいて、星から死に引いた十二運とある、種の性格分類に相関があるとする研究は、動物占いや、 動物占いの動物キャラクターを別のもので置き換えた様々な占いに無断で流用されている。ある年を西暦で表した値を10で割った余り、すなわち1の位を求め、下表から実感を割り出す。同様に、西暦で表した値を12で割った余りを求め、下表から12子を割り出す。この二つの組み合わせが、その年のえとである。すなわち、成歴と後期においては、 10の倍数の年が可能へ、12の倍数の年が去る、60の倍数の年が更新となる。例えば、西暦2005年は、2050で割った余りが5となり、12で割った余りが1となるので、木のととりとなる。また、西暦で表した値から3を引いて60で割った余りが、監視一覧の左端の数となる。例えば、2005年は、 2005から3を引くと2002で、2002を60で割った余りは22となり、気のと取りが求められる。現在の日本においては、太陽暦の年に対して、監視を適用することが多いが、伝統的には、節月を一つのえととして適用することも多く、一部の、占いにおいては今日にも引き継がれている。また、中国においては、太陽隊陰暦に対して適用している。 十二子は月と同じ十二子なので、月の十二子は毎年同じになる。実感は十個子なので、十二子と組み合わせると、太陽暦では五年周期で月の同じ絵とが繰り返されることになる。ここでいう月は、歴月を適用する場合と、節月を適用する場合とがある。ユリウス通日に四十九を加えて六十で割った、あまりに一を加えると、上表に示した数字となる。 検証法、例えば、西暦2018年5月21日は、実感日付5月21日愛、年18愛、世紀 20J、1245.21E、18E、20倍と、期中の日である。揺り薄暦の場合、西年で表した値を80で割った余りを求め、その他のステップと同じである。例えば、紀元前105年12月25日は、 実感日付12月25日時、年56時、正規ユリウスええ、12時12.25時、56時、ユリウスええ、孔子の日である。例を挙げましょう。1960.126、実感日暮、12シルたつ、えとは土のえたつである。1 8百点1 1実感イーグカノエ、12市アイやいしトラえとはカノエトラである。 1582.104 1582もっと80イコール62実感一時期12しあ i J とりえとは水のととりであるマイナス2020.229マイナス2020もっと80イコール60実感 GGBO つ12し GGJ とりえとは木のととりである公式法5行は実感 十二支それぞれの五行を表す。なお、実感が弟の場合だけ、実感と十二支の間に脳を入れて読むのが慣例である。ありがとうございます。